ジャッジさん、三単王が現実的になってしまう。ビット331、直近5試合167183、ジャッジ323、直近5試合412177。このペースだとあと34試合で入れ替わるのよ。当然ホームラン打点の2冠は確定的。最近ホームランが出ないとか騒いでたやつ、ジャッジが三冠王を狙いに切り替えて密かに首位打者に迫ってることを知らなくてさ。冗談抜きで人類史上最強バッターやん。得点圏打率も300超えてるし、チャンスにも強い。先週の逆転満塁ホームランと言ったよりになりますわ。まあ60ホームランは無理そうよな。残り10試合ちょっとだから大谷50ホームランよりきついわ。30チームの MLB 選手の頂点に立つ三冠王、何人民がジャッジの不調に気づいて畑セラーミツさせたらこれだよ。呆れ。打率のライバルはミッド JR からアライスへ変わった。大谷588打数48本、ジャッジ531打数53本。 GOATN やね。ホームランはそこまで差がないのに大谷の OPS 0.980 ぐらいしかないのはやっぱ出塁率の差か。ジャッジの OPS 1.150 は本当とんでもないな。地球が50くらい差があるからそこだね。三振はそんなに差がないから城のせいかな。打率も結構違うやろ。安打数もそんな変わらんから、その支給の数で差がつくんでしょう。打数減れば打率上がるでしょう。ジャッジって薬抜きなら史上最強打者やろ。高打率に選球眼に最高のパワーが揃ってるんだから、そりゃ最強のバッターになるわな。パワープロで欲しいなら当然ジャッジよな。チャンスに強いのはでかい。価値三冠王5050、5050より4070の方がすごいしな。単純に比較はできないが、去年のアクーニャと大谷の比較であればアクーニャが上だな。守備付きながら OPS 1.000 超えて70盗塁だし、難易度的には三冠王だろうな。というか落合も言ってたけど、打率は競争相手が前野手になるから超難易度高いらしい。イチローみたいなやつがいると絶対に無理になるからの三冠王は5050とかは競争相手はいないからな。管理人のつぶやき、ジャッジ三冠王、大谷さん5050揃ってやったら最高ですよね。私も脳がバグっているのですが、メジャーで50本以上とかホームラン王の時点で少し前だと考えられないレベルで、日ハム時代に大谷さんならやるって言ったら正直バカにされたはずですよね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。とはまた次回の動画で会おう。